どうするっちま、もうちょっとねんねんする？たちお仕事行ってくるよ。うん、まあもうちょい寝てな、あとでな。どうもボヒケンです。本日は火曜日、本日も作業をやっていきましょう。すごい雨、朝からすごい雨。あー、ジョコンドさん久しぶりに室内ですよ。まあ数日間だけですけどね。ちょっとまあそのうち綺麗にしよう。ホコリったらけの水玉模様になっちゃってるんでギリギリだな。よし、1センチ長かったのでダメだなダメだな。さすがに1センチ違うとこうやって見ると分かりますね。うん、いやこっちの方長くねってなってるよな。まあちょっとやってきます根は外してきたので、フランジ接合したこの際で落とします。はい、ギリギリの際で落としました。うん、ここの分のフランジの厚みと刃の厚みが1ミリあるんですよ。うん、で正確に測ったら8ミリぐらい長かったんですね、こっちの方が。あっちなんでこれ7ミリなんですよ。1ミリギリギリですね。だからよかった、ギリギリ。ではもう一回、これはもう排気ですね。もう一回位置を出していきます。はい、位置を出してきましたので接合します。イエーイ、終わりだぜいやまだハンガーあるけどね。はい、接合完了。どこも巣穴は開いていないと思う。よし、では、はい、今度はいいと思います。今度はいいと思いますよし、うん、大丈夫だ。よし、これでマフラー完成とともに、一番最初の、最初じゃない、エンド部分のあのマフラーハンガーのデモ、これで決まったわけですよ。うん、だからあと型が、そうだな、こことここあと3箇所ぐらい入れたいですね。うん、ではちょっとその探りを入れていきましょう。まあ大体はあそことあそこだな、分かるには分かる。よし、ちょっと潜っていきます。あー、チマニョンはな、今日は何時まで寝てんだろう。こっちももう大丈夫だから固定に入っていいな。よし、だからあと4つ使う。いやギリギリだったな今回もここに、まあ、これもまあ使えるからね、いいんだけどね。とりあえずちょっと2本持って潜りますね。釣るとこがねえよ。まあもともとくっついてたところね、あそこは多分釣れるんでしょうけど、他釣るとこねえな。ここはここで釣りたいんだけどな。炭あっちこっち干渉しちゃうだろこれ。いや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 、困りましたな。どうしましょうかね。ちょっと考えてみますね。釣るような箇所が1箇所もないんですよ。なのでこれがもともとついてたステーね、うん、こうせざるを得なかったんでしょうね。ないんですもん、ないんですもん穴がなんか穴があればね、それを流用してそこからステーを立ち上げるってこともできるんだけど、何もない。
だからこうやって溶接したんでしょうね。そうするしかないのか。溶接しっぱなしだよ。もう錆びてきちゃってる。そうするしかないんだね。他ないんだもんな。そうですね、最低でもこのぐらい、もうちょっと後ろでもいいけど、この辺で一箇所ともう一箇所つけたいよな。どうする？フロアに穴開ける。またあんまり開けたくないんだよね。多分この辺チェリーボムだから、この辺か、ここか、この立ち上がりのところに穴を開ける形になるのか。ここだよな。そうだな。ここだったらでもシートの下だから見えねえか。そことそこで行くか、ふいじゃ。じゃあもともとくっついてたあれをちょっと取っちゃいましょう。いいよ。あ、腰が痛い。腰が痛いよ。先ほどですね、次に入院予定の車ちゃんのオーナー様から電話がありまして、まあ、ここ数日でちょっと連絡を取り合ってたんですが、あの、ゴーナノのシェビーちゃんがいよいよ退院していったので、という話で。これでまあ、明日30日かな。明日、一応、持ってくるという話になりましたね。3100のオーナー様ですね。まあ、その車ちゃんはちょっとな、1年ぐらいはかかると思うので、まあ、エンジン、ミッション、足回りから何から全部そっくり作り直しなんですよ。ああ、だもんで、まあ、長い期間かかっちゃうので、ここでやりたいんですけど、まあ、あの、その車ちゃん一応まだ動くので、持ってきてもらったらとりあえずここに置きます。で、ノバちゃんがおそらくもうあと1週間ぐらいで、1週間もしないか、今週中ぐらいには地面に下ろして、エンジン調整っていう方に、まあエアソスのチェックとかもまだなんですけど、そういうのに入りたいもんで、まあ動くようになったら順番、場所を入れ替えて、ここに、明日入ってくる3100ちゃんを入れちゃうんですかね。で、ノバちゃんは地面に下ろせば別にもうここでもいいので。そうなんです。えらい時間がちょっとこう押してましてね、一応うちは狭いところだもんで、順番でやってもらってるんですよ。やらせてもらってるんですよ。入ってきた順ね。で、本当だったら、まあ、退院してった57のシェビーちゃんもこれもうとっくに終わってる頃なんですけど、なんせ私の手が遅いのでね、全然終わらなくて、で、まあ、どん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 待ってもらって待ってもらってってなってるんですかね。まあ、ほいで明日3100ちゃんが来て、ノバちゃんが退院してったら56年のパンプキンが入ってきます。で、そのパンプキンが終わったら、50何年だっけかな、1年か、だから2年だかちょっと忘れちゃったけど、そのキャデラックですね、やるっていう。その方ももし待って いただいて、待ってくれてるのなら順番だとその方なんですがね。なぜその方の本当の順番は8月だったんですよ。8月の頭には預かれますよ、なんつって言っててね。こんな風になってしまってるのでね、もしかしたらもう待ってくれてないかもしれないんだけど、まあ一応あの、順番ではそういう感じになってますね。まあ、多分56のパンプキンの方がやっぱりね、2ヶ月はそこらかかりそうな気がするんですよね。なもんで、もしそのキャデラックさんが待っててくれて、もう順番通りだとしたら年明けぐらいですよね、預かれるのが。で、その後に52のキャディが終わったら、今度号泣のインパラっていう感じになるんですよね。いや、うちがもうちょっと広かったらな、預かってやるんだけど、難所ね、2台しか入らないので、まあ、そんな感じで明日トラックちゃんも入ってくるので、もうほとんどこれでマフラー作業とかも終わったので、で57のシェビーちゃんも終わってるんで、あの辺ですね、
あの辺を全部ちょっとこう作業場所を全部片付けますね一回今日で、明日入ってくる3100ちゃんはもうほぼ全バラ状態にするので、そういうパーツが置けるところを確保しておこうと思っております。そんな感じですね。では続きをやっていこう。